どうも皆さんこんにちは、マシーと申します。さあ今回もモンスターハンターダブルクロスやっていきましょう。でキークエだね。キークエやってこうってことなんだけど、どれだっけな、ラギアクルス、これだったんだよ確か。で今乗ってるやつだと多分これが最後のキークエかな。ということで行きましょう。はいどうもこんにちは、ラゲさん。なんかすごい尻尾海藻みたい、ワカメみたい。お前尻尾お前尻尾ワカメでできてんだろ。ワカメ兄さんにはお前。どうもワカメ兄さん。はい、まあ、ラギアクルスもね割といってる方だと思うんだけど、ただこいつはマジ侮ったら本当にさよならしちゃうから、もう完全にさよならバイバイなんだよな。だからそれだけ気をつけてちゃんと。なんだ背中めっちゃ綺麗じゃん。まあ、そんないい背中持ってたのかお前。低画質じゃわからないやつだな。すげえホーミングで首がついてきた。完全に首がストーキング行為をした。そのワカメみたいな尻尾、ワカメみたいな尻尾を提供してくれ。欲しがってはないんだけど欲しくはないんだけど別に。あ、これやばい。12の腹綿を、お前の腹綿をちぎる。お前の腹綿をちぎりに来た。怒ったね。怒ったらバッテでねやってくるので、この辺かな。当たるかもうちょっと後ろだったか。はいで、じゃあ首が生きてるもんなこいつ完全に。そりゃそうなんだけどさ、首単体で行動してるまであるからな本当に。12の12の3。オッケー、いいね。腹はマジで気持ちが良い。バカ。ケルビが飛んだわ完全に。なんだちょっと1ぐらいにしとこう。これまずいね。あぶねえ待ったバカーンバカ離れる。腹を横で殴る。腹を横の部分で殴る。こっち向いて。あ、早かった。やばい、これやばい。危ねえ。もうなんかすげえもう暴走してるもんこいつ。制御効いてないっすよ自分。お腹ピクピクして可愛い。あんま思ってないけど別に。これやった後絶対にこれなるの。あ、爪が壊れた。背中が綺麗。活情せよ。どっせー。やばい、死ぬ。真剣に参る。危ない。ここで飲んだらまずくない。やばいね、ハンティが広いんだよあいつ。体がでかい。お前ついてくるし、投下できる体でかいやつもうやばいやつなんだよ。あー逃げた。かけますか、上から参る。はい、尻尾の残りが怖いな。あ、武器逃避どけよかった。こちゃんじゃね、どうせあれだろ。あ、待った、これあれ来る何やってんの俺。オッケー。どけりゃいいんだよ、どけりゃ。はい、危ねえ、それかこの殴り。やばい、オッケー。はい、尻尾活用せよ。待って、勝手に暴走しないで。危ねえはい、平手打ち。こいマジこい。はーい、あれないの。はい、オッケー。なんか壊れた。腹がねあんだけな、いた。片手飯。あんだけまあ横で殴ってるやんか、横の部分で殴ってる投げるわな。ワカメだなやっぱ尻尾、お前本当にお前の尻尾にワカメが宿ってんぞ。ちょこれ踏んで、一旦これ踏もう。めっちゃ可愛いんだよこれ、見てみんなちゃんと見たことある、めっちゃ可愛いんだよこれ。俺ぐらいしか思ってないよあんまり何やってないですよ。なんか一人で暴走してないけど大丈夫、大丈夫じゃないよね、疲れてるもんね。休んでいいよ、うん、うん、休んでいいと思う。そう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 、ひたすら横で乗る、絶対もったいないよね。今のうち貯めて攻めとけって感じだね。当たりにいったわはい、どっせー、全然ひるまんねえんだな。強いのってかこの自称さんってものか分からんけどさ、ああ強いの体験の狩り技あれしか使ってなかった。臨戦そう、絶対外人臨戦しか使ってないから、何がいいのか分かんないの。画廊っていうのは、画廊じゃねえよ、画廊だっけ、獣宿し、あれも強いらしいね、知らんけど基本的に発言が知らないんだよ。どこ行くの、待ってか、一旦待てか OK、 よしこれ7番帰る感じかな、そんな感じですね。追いかけましょう。どこだ、あったわ。なんとなく寝て、一旦眠りついたらどう、おすすめするわ。疲れてると思うし、ああ後ろ取られた、こいつ顔が長いからさ、顔が長くねえわ、首が長いからさあのいなしの方向の判定が腹もぐってて後ろ取られたんだな、結構ほんとめんどくせえほんとめんどくせえ。率直に尻尾ワカメを提供、する、ワカメを提供。これは尻尾、嘘だぞって言っちゃった。あら、あなた仮にも海の王なんでしょう。はい、だってね、このクエスト名、大海の王がもうこんな程度でひるんじゃって、もうひるんではねえわ、ひるんだか。はいどうも、上から来るんですね、ここなんですね、抜けれませんね、怒ってますね、ここ12の3、あてかまだ尻尾ももらってね、尻尾もらわないと私は倒せねえんだ、そういうわけじゃないけど。ワカメこれ12のワカメ、ワカメ全然ワカメちぎれねえじゃん、一旦ワカメちぎってもらっていいよ、うん一旦いいよ、はいワカメワカメ、お前がワカメちぎるまで俺ワカメしか言わないぞ。わかめしゃー、尻尾切ったぜわかめ切ったぞお前、これも発言の自由が戻ってきた、もう俺に発言権が来たぞ、またバカ野郎ああもういいよ、2投目だし、オッケー、はい2投目終了謎の2投目ねはあ、オッケー、よいしょ、オッケー、あーなんかおるね、しゃべる人が、はいミルキのハンターとのいいところへ、先ほど私の元へいくつかの村の村長から書簡が届いたのです。書簡の内容は村の抱える問題に協力してほしいというものだった。ハンターズギルドの中のハンターでは手が足らぬのでな、リュレキンハンターの派遣はよくあることだ。私もかつては各村の村長殿には大いに世話になった身、ぜひとも力になりたい。よければ各村の村長に話を聞いて依頼を受けてはくれないだろうか。よろしく頼むハンター殿。ということでね、次回からとうとうあいつらとですよ。やっとこっからねクロス始まるわまだクロスだから。てかドスマック以外まだあれだからサードまでいるからみたいなそのぐらいまでいるやつだから、やっとクロス始まるよ。ということで次回はあいつらだね、やっていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。